ファイターズサンドプロジェクト BJJ ウェブ、はい、はい、ということで前回に引き続き、はい、JBJJF 全日本選手権、はいはい、今回は紫帯を見ていきたいと思います。はいはいはい、紫帯になるとね、やっぱりアダルト帯に比べてちょっと人少ない、はい、ということでルースター級から見ていきましょう。はいはい、ここまで結構ね、もう、紫帯ぐらいになると青帯とかで実績を残した人たちが上がってきてるので、うんうん、もうみんなね、一つ、胸にバッジをつけてるというか、一つ肩書きを引っ下げて出てくるみたいなところはちょっとあります。はい、でもルースターのね、7人からね、もう結構みんな、うん、結構知ってますね。福本大輔選手、カルペディエムね。はい、福本大輔選手は、去年の SJJJF の、SJJF のアジアのチャンピオンかな。はい、渋沢龍馬選手、はい、この人も UFC インバイスが出てますよね。で、去年のアダルトのルースター全日本チャンピオンかな。あ、そうなんですね。ですごい、そうなんですね。坂留智也選手はこれ RRT、 あのランジェロ・ホドリゲスの道場で、この人はね、はい、あの中部地区、コサイでやってる、エジソンがやってる大会でもよく出てます。うん、で鶴丸くん、タトル、はい、熊本から、はい、あ、おっさんがアダルトにもまた挑戦。で ART でもね、いい試合やりましたよ。あの、そう、沢井君とやってる、本当長かったね。だけどいい試合やりました。あ、そうか、延長してお互いね、もう気迫を見せたこのね、彼がまた出てくる。で鶴丸君も、頑張ってるというところ、はい、で俺はこの4人かな。うんうん、はい、他にいますか、注目選手。でもそんなものかな。鈴木翔太が、はい、公認アスリートですね。あ、そうだ、この間負けちゃったんだ。そうそう、公認アスリートが公認アスリートじゃない方に、はい、赤坂翔太に負けましたね。勝っちゃいましたね、この間の負けちゃってるから関東オープンね。はい、頑張るぞと、はい、ね、というところで見ていきたい。はい、じゃあフェザー級、ライトフェザー、はい、これも14人、はい、でここはね、あれですね、あの清水清隆選手、はい、で全日本マスターで準優勝してました ね、 そうですね。あと去年のネクサスゲームスでチャンピオンかな。うん、でここにはあれですよ、この間の ART に出た木村健太、うん、はい、沢井正人、はい、ね、トライフォース大阪とトライフォース本部、はい、この2人出てます。はい、そしてこの間の、橋本向杯優勝奈良山選手、はい、ね、あとは岡泉ソエル選手、はい、で中村源選手もいますね。はいはい、ソエル選手が強いですね。うん、強いですね。けどここはね、負けたよね、この間なんかで。何で負けたの？あれですよ、だからその橋本智之杯で負けた。負けました。そうなんだ。そうなんですよ。だからそこら辺のリベンジマッチっていった意味もあると思います。はいはい、あとは宇野、ね、宇野武史、はい、ね、これも出てます。だからこういうね、あの清水清隆選手のほら、あの全日本マスター出てくるなんで、はい、このおっさん勢が、うんうん、このアダルトの挑戦っていうところも見てみたい。うん、はい、中村元君が、中村元君、ね、はい、リバーサルジムね、シーズン強いですね、はいはい、彼も。で、この彼もあれですからね、渋沢選手と UFC インバイスで試合やってますよね。はい、はいはい、そうだね。はい、うん、そういった感じで、うん、ここもね、結構いいと思いますよ。で、トライフォース4人、4人、うん、いますね。で、ここはね、結構実力者が、揃ってるので、はい、誰が出てきてもおかしくない、うんうん、ね、結構潰し合いになるんじゃないでしょうか。はい、トーナメント次第では本当、ね、どうなるんだろうっていうのちょっとありますよね。ちょっとこれをまた見ていきたいところ。はい、はい、フェザー級、はい、フェザー級はね、14人、はい、結構ここもいます。俺の中の一押し、はい、ギレルメ中川。おギレルメ中川ですよ。懐かしいですね。はい、ギレルメ中川、いつぶりかな、多分2020年の、うん、そう、2020年か、ふるったふるった杯以来の呪術マッチ。でその後にも、では盆栽はね、今 MMA チームなんですよ。はいはいはい、ね、青帯で出てくるね、その内原海星もそうなんですけども、うん、MMA ですよ。うん、この間ね、アマチュアディープかなんかで、はい、もう秒殺一本勝ち、腕十字で。すごい。ね、本当ね、もともとね、カーロス・トヨタにいましたね。で、あの時ではね、本当パンダムだったかな、負けて3位かなんかで、その白帯で出て、メダルもらって、はい、その前もね、SJIF のワールドかなんか出たんだけど、1回も勝たないけど、メダル3つ持ってたんだよね。もうなんだよみたいなってのが、もうここに来てもうどんどん急成長して、やっぱり盆栽の英才教育なのか何なのか分かりませんが、はい、今頑張ってる。でそのでフルッタフルッタ杯は鈴木和弘に勝って優勝してますよ。っていうこのギレイの仲間中川が MMA にいたんですが、ここに来て出てきました。はい、これは一押し。はい、この選手の柔術復帰戦というか、それもまずは俺は大注目していきたい。あとは最近よく試合出てるこの萩原大輝選手。そうですね。うん、けどね、この間もちょっと BJJ ウェブで勝ってねえとか言ってたけど、はい、ね、まあ、実際ね、本当勝ってるとこ見たことないんでね。そう、いつもね、
ね、ほらあのトミー矢野に KIT でも負けて、うん、その後のその橋本無期杯でも負けてたし、でこの間のその東京オープンでもトミーにまた負けて、でトミーいないとこで、うん、あれ階級別オープン優勝したりとかはね、あそうなんです ね, ね、であとこの間の関東オープンのほらあの階級別がなしで無差別でセスに負けたりしてて、でもセスだもん、う、うん、いやうんね、だから一回ねあの見てるとこで優勝してほしいなってちょっと思うんですが、うん、ちょっとそこも、期待を込めて、はい、名前を挙げさせていただきたい、はい、そして伊藤大輝、はい、伊藤大輝だって、はい、あの2年前の全日本のチャンピオンだよね、そうです、でその、ね、去年の全日本の前にねあの小冊子出しましたね、はい、でその時にね注目選手なんつって、はい、インタビュー出したらましたすぐ負けちゃいました、はい、残念、はい、ということで今回2年目の、この選手でこれも出てくる、はい、あと東留光選手、はい、強いですよね、うん、彼はい、でグリップ充実、はい、けどこの間ねあの去年のね春にやった、うん、SJJF の大会かな、うん、でちょっと負けてましたね、けどちょっとあの地方から出てきて頑張ってるというところが、はい、そこら辺ちょっと見てみたいところですね、はい、石井さん誰かいますか。いや僕は本命は、まあ、萩原が本命なのかな、萩原東で決勝ぐらいかなとは、うんうんうん、まあねトーナメント次第だけど、あとは、うん、伊藤選手ねせっかく注目したんだからちょっとガチねそうなんですよ、一昨年ね、はい、一昨年優勝したからよしこ2年目も来るだろうっつってね、小冊子にだってあのインタビュー乗っけてね、はい、結構ベットしたのにね、ねえ、うん、ちょっとそれも期待したい、ね、けど俺はギレルム中川、ああ、はい、いいですね、ちょっとねこの2年ぶりだからその時からもう紫ずっと要は3年目の紫ですよ、長いですね、結構長いんであの村盆栽はね紫帯のって結構長いんだよね、クレベルもね、3、4年やってたし、で村滝で貯めてその行くっていうところなんで、うんうんうん、これはちょっとね俺ギレーメの優勝俺勝たんじゃないかなと俺は思っております、うんうん、はい、ということで、はいはい、続きましてライト級、はい、ここもね16人多いっすね、結構いますね、けどね俺はあんまり知らないです、そうなんですよね、はい、下前海輝選手と伊藤澄乃選手が、うん、この2人がこの間 の, あの関東オープン出てたから、はい、知ってるぐらいで、他はあんまりちょっと、ね、下前選手優勝してましたね、はい、はい、そうなんですよ、そうだそうだインタビュー取りました、そのぐらいしかちょっと俺は分からないんですが、伊藤はセスにね、そうあの無差別が出なかったんですね、うん、そうということなんで、うん、はい、他になんか注目選手いますか。エクストリームエビダの金沢選手はスタッフもやってる方ですよね。あ、そうなんですね、はい、はい、というような感じでさらっといきたいと思います。ここ、ね、はい、そしてここです、おミドル級、お出ました、そんなに、はい、誰もう誰じゃない、たけしだ、たけしだよ、ブリーのたけし、そうだ、はい、出ました、はい、出ましたよこのブリーの楽しみ、はい、もうこの秘密兵器というか盆栽の直系の末っ子がここに来て、はい、いたんですね、兄弟は何兄弟なんですか、ね、まだいるんですか、長男、はい、マウルショ大、はい、次男、はい、マルコス・ソーザ、はい、三男、はい、エホベル・サトシ・ソーザ、はい、四男、はい、ムリロ・タケシ・ソーザ、はい、そしてクリスチャーニ・ユカリ、はい、ユカリだ、長女、はい、今妊娠中、おー、はい、はい、ということで、この中の末っ子タケシ22歳、はい、若いこれが眠れる獅子が、はい、ここに来て来ましたね、出てきました、初試合、初試合、初試合、すごい、いや村竹部初じゃないですか、はい、ね、日本に来たのが2020年2月、あ、そうなんだ、なんですか、コロナ禍、そりゃ知らないよ、コロナ禍直前、いやけど2年間日本にいたんだよ、そっか、俺会ってるもん、会ってますか、あの東京ドームで、へー、あのくるみさんとサトシを写真撮って横にいたのよ、はいはいはい、はい、誰だと、いやいや俺知ってるよ、知ってたんですね、ムリーロって言ってる、俺は知ってるけどムリーロは俺は知らない、知らない、あの時さいっぱいブラジル人いたじゃん、そうムリーロの一人だ、そうムリーロいて、あムリーロって言って、知ってるぞっつって言ったんだけど、ムリーロは俺は知らなかった、はい、しょうがない、はい、はそこが初め初対面みたいなもんなんで、はい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 、そのムリーロが注目ですね、出てきます、どうなんだろう、でね、ムリーロはあんま本当にあんまね、うん、隠れた存在というか、うんうん、あの他の兄弟は大会ガンガン出てたじゃん、はいはい、あのまあ、クリスチャンにはあんま出てなかったけど、みんな出てたんだけど、これムリーロだけはね、うん、あんまコンペティションに対してあのアクティブじゃない人で、はい、さらにね、あのインスタとかも、ね、ほとんどやってない、全然出てこない、だから今回俺の写真を引っ張り出すのに、あの坂村さんに頼んで送ってもらいました、はいはい、で情報もちょっと、あで何歳ですかって坂村さんも知らねえって言うから、マルキーニョスにわざわざメッセージして、あメッセージして22歳だって、22歳だと聞きました、ほうほうほう、はい、この22歳眠れる獅子が楽しみ出てきますよ、そしてその他のミドル系、はい、1人ね、うん、あの高谷さんから情報が、誰ですか、誰ですか、佐賀
ケンジ選手、おうおう TK スペランサ、けどサトシコータニの紫帯ですよ。なんでコータニさんなんですか。いや、もともとパレスタ吉祥寺みたいですよ。いたんです、そうなんです、ね、高専柔道の猛者みたいです。これがいる TK スペランサ広島、はい、ですかね、今そうなんですか ね、 ね、そうですね、就職してですか、ね、あとあの健三からかわもいます。お健三、久しぶり、健三からかわ知ってますか。知ってます。あの1回だけね、あの IBJJF のアジアがね、はい、名古屋でやった時ありましたね、はい、そこでね、中井先生とエキシビションマッチをやりました、ね、ありましたね、はい、で一応パラ柔術とかでもやってるんですが、うんうん、今回は普通の大会出ます、はい、去年はね、あのジュブナイルの青木出てましたね。もうそんな大きいんだ。そうなんですよ、子供だったのにね、はい、はい、ジュブナイル青木から一気にアダルト、うん、紫帯にジャンプアップということで、うん、この無理の竹そうだと、はい、どういう試合をやっていくのか、はい、そしてサトシコータに一押しのこの佐賀選手、うんうん、どの対決は高専柔道という、ね、ブラジル柔術の本流というか、うんうん、もうロイヤルファミリーとの戦いがあるのかどうか、はいはい、そこも注目していきたい、はい、ということでミディアムヘビーは3人、はい、あとはスーパーヘビーに田中大成行きましたね、はいはい、そう、田中大成は確かヘビーで一人エントリーだったのかな。でそれを、階級を上げたんだと思います、うん、ということでスーパーヘビーでワンマッチ決勝戦、うん、そしてウルトラヘビーにはセスがいますね、はい、セスサレット、うん、でサスサルトはね、谷口みろくんにね、いつもやられてます。でこの間のね、関東オープンでもやられてました、うん、はいはい、そして ARD チャレンジでもやられてました、はい、けど、萩原大輝には勝つみたいな、うん、っていうところで今回のこのウルトラヘビーにも出てくる。そしてオープンクラスですよ、はい、オープンクラスに34名、はい、そしてここにもう盆栽のギレルメとムリーロが入ってますよ、うん、けどそこに去年のダブルゴールドの田中大成もいますよ、はい、田中大成が硬いんじゃないですかね、ここは。あとね、あウルトラヘビーの、ね、アレクサンダー・ボールマン、ボールマン強そう、ね、強そう、藤田獣医ですね、なんか軍人が、ね、多いからね、大きいですよ、もう名前からして強そうです、はい、ボールマン、はい、ね、どうでしょうか。見たらびっくりするぐらい弱そうなんで、ね、びっくりしますね、わかんないですよ、でっかい黒人来るでしょう、外人軍団が、はい、楽しみですね。でそのいや盆栽だったり、ね、このボールマンだったりセスとかがいる中で、はい、日本人田中大成、ね、はい、去年に続いて2連覇できるか、はい、そこもちょっと注目したい、はい、いうところでこのアダルト紫帯、はい、オープンクラス、はい、見どころ満載、はい、ちょっとこの紫帯ね、非常に見どころあるので、はい、こちらの方もね、ぜひぜひ注目してください、はい、